おはようございます。始発から旅立つところです。メガカスのヤーマンです。本日なんですけれども、明日メガジャギという番組がありまして、僕のチャンネルではないんですけれども、出演するためにこれから新幹線で大阪に移動するところです。皆さんが興味があるかどうか分かりませんけれども、どういう活動をしているのかっていうのを、後ろも見えてますけど、こういう裏側をですね、見せていこうという企画でございます。なぜ始発から移動しているかと言いますと、大先輩が大阪に来店収録をされているということで、久々にちょっと会いたいなと、事前に店舗の方にお邪魔して撮影の方をさせてもらおうかなと。それが誰かと言いますと、ついてからのお楽しみということで、その大先輩に勝てる台を指定していただいて、その台をちょっと打ち抜いてみようかなと思っております。本日もチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。では大阪に行ってきます。大阪に着きました。現在の時刻11時です。ではある人と合流して中野県の大先輩に会いに来ました。久々っすよ。さ、来やがったか。ドッキリです。ちょっと今回ってるから黙っててもらって。今日チェロさんが来るっていう話を聞いたんで、始発でやってきました。5時起きて、はい、すっごい集中して、あのスーパーコンビ打ってる時と同じハンドルの握り方したんで、これは声かけちゃいけないぞって。本当は事前に声かけてからチェロさん撮りますよとか言おうと思ったんですけど、じゃこのまんま行った方がいいと思ったんで、撮りました。さすがだな、はい、今日ね、チェロさんに、うん、あの指定してほしいんですよ。どの台がいいかななんていうのを。指定台、ね、そう、指定台を僕に欲しいんです。教えてもらった台打って勝てるかどうかっていう企画でございます。任せろ。なんか迷った台なかったんですか。あったよ。ユニコーンの角。ユニコーンの角、なんか2択くらい欲しいです。あれ、どっかで見た方じゃないですか。違いますよ。あれ、この目は、あれです、あのジャギオの中身。あの逃げ方、ジャギオンまんまる。ちょっとじゃあ探そう、はい、一緒にお願いします。やばいやばい、待ってからバベルが出るから。盤面すらしてないで。いや、じゃあ言うなよ、紹介するな。打ちたい願望あるよ。一番傷つくかなって思って。いや、でもっと言うとおもろいけど、破天からね、分かる。間違いが起こりそうな台のがいいよね。はい、バカボンさんどうですか。バカボン行った方がいい。こことこ回りそう感あるけど。本当ですか。マジなこと言うと、はい、カラクレカーたちすごい好きなの。俺も好き。右打ちめちゃくちゃ面白くない。はい、むちゃくちゃ面白い。なあ、カラクレの中で、うん、打ちたい。一番いい台を探す。あー、ありがとう。わかりました。じゃあこれ、パチンコ歴33年のプロが見たカラクリサーカス、僕これだけを勝てるかどうか実践していきたいと思います。やれるで。はい、最後でみんな一言もらっていいですか。ジャストミー。大先輩のお力をお借りして僕勝つことができたらもう100万まくれると思うんで、この企画あのバズったら毎回呼ぶんでお願いします。オーケー。あなたの笑顔が見たいから。おー、あなたのテロスさんの名言です。ありがとうございました。恥ずかしい。ありがとうございます。いい人や。よし、これ狙っていきたいと思います。ジャギオさんの中身の人、はい、今だったら乗り打ちいいじゃん、いいじゃん。よし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 、これで俺の勝ちが、可能性が増えた。やったぞみんな。入金おごるかったんだ。1000円で1、2、1000円で16回転ぐらい。大丈夫かな。まあ、指定台だって速攻。今日乗り、当たり前でしょ、乗りって言ったでしょ。おっとっとっと、先読み。レバブルのカスタムをつけてますよね。レバブルなし。はい、終わりました。ダメだ。先、おー、乗りで決まってんでしょ、ほら。頼む。よーし。ジャギオさん、
あの、これ、マジマティーユで始まっていいですか？やべ、ジャギオブレーキやらなしいや、今、中身なんで、あの、ただのおっさんでした、ただのおっさんでしたただのおっさんでやってもね。いやー、これ、格言入ってくれるかな。あらもう、パンだけ入れてね、この前必要だったの誰か、一回1000何発しかね、1500出なかったって1300台だったことあるわ。待って、ここ、待って、本当に？25番引いたの？ないよ。ふざけんなよ。待て、出玉は作ったから。ね。からいいですよ、そこ許してあげましょう。当たり早いし。許してあげましょう。とりあえず。ジャケオさん、今ブルってた2回転。え、これもしかしてライブ格言？スイッチ押さない。これやばい、これやばいぞ。上の人がこのモンキーさんのアイスって、これで3つやと。でもね、1つやってもらっていい？75%を2回するってなってどう簡単にできないよ。これね、よかったよ、1回の感覚で。いや、本当に。ほら、もう赤ロンじゃん。そう、パパでしたね。そう、調整、そうときました。でもよ、動くなよ。乗り打ちで、よかったよ。どこ座ったってよかった。そりゃそう。すごいな。いや、判定しても、練習。いや、普通に気が通りますよ。そうね、そうね。もう完全に今日プライベートのところだもんね。そうそうそう。ジャギオじゃないから。あ、ここで。ここで。おい。いや、まだ。さすがにねえよな。ここで光ります。はい。マジで？本当に言ってる？本当に言ってる？マジで？いや、もうないよ。本当に？もう遅いから。75% 2回するってどうなってんだよ。いや、暴力。怖い。逆にだよ。暴力。逆にすごいよ。1万円とジャギオさんの玉をもらって打ったんですけど、20回。で、ジャギオさんも1000円あたり20回ってことになってるけど、実際分かってないです。持ち玉1500発2回で出てこの回数です。チェロスさんのことあと1回だけ信じます。当たれ、来たぞみんな、やっと来た。ブルリはなし。みんなを守るために、ここまで弱い。祈りたまえ君の神に。弱くない？でも足も出ない。限界状況だ。お前を捧げる祭壇なら限界。お前の限界状況は超えられない。お前が人間になりな。クソ弱いけど信じてる。投資18,500円。本日一発の先読み。2回目の1万円札で約157回転。ジャギオの中の人の台は次の1万円で129回転。チェロスさん、さすがにちょっと厳しいかもしれません。ジャギオさんの中の人と一回相談して移動したいと思います。ジャギオさん、最終的にジャギオタの台が1倍で129、これが159でした。ちょっと厳しいんで移動しようかなと思って、何打てばいいですか？もう向こうだね。リブソえ、だって顔的に今日かぶってないけど大丈夫ですか？大丈夫。ただの日曜日にいるおっさんですよ。おっさんって言うんだよ。じゃあ僕この台で、はい、ジャギオさんこの台で、
今度はジャギオさんの指定だよ。しっかり頼みますよ、本当に、はい、じゃあちゃんと当ててくださいよ。お前がな頑張ります。ジャギオさん、なんで今日はこの台をチョイスしたんですか。新しいホットルソーが出たのに今さらリムソーって。リムソーを選んだ理由は、はい、俺は現実のどっからでもありえるじゃん。今のパチンコって俺来なかったら当たらないのか、そういうのばっかりじゃん。その中でこいつは保留変わらなくても行く可能性もあるし、あと現実のルールが分かる、そこの安心感。あのじゃあ回るか回んないとかの話かけない、全然かけない。ふざけんなよ。俺当ててんだよ。いや、すいません、すいません、俺は当ててるんだよ。え、じゃあ俺当てたら何にも文句がないですか。え、いや、もういいよ、はい、いいよ、もう当てるよ。入った。友達、僕の友達、僕の友達、僕の友達。弱い、ほぼ100。いや、すっごく弱いですけど、これ当てるじゃないです。3点ぐらい。公式成功。あ、あと1つよな、あと1つ。そうだよ、そうだよ。じゃあ、ここダメで行ったよ。こっち行きましたか。俺のなすべきことは見えた。さあ、覚醒まではいった。当たれば確変。ここは白。もう懐かしい。さあ、ジャギを出てますよ、ジャギ。激アツ出た。さあ、ジャギオも激アツ。俺もちょいチャンス、3点敗。金、谷でも金、柔らでも金。やばい、俺が横取りされた気分。赤タイト完璧、もう何にもないチャンスアップ。ブルッタ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 。俺の方もなんかないよ。三点パン。いや、最後緑だけど、一枚ダブルで大当たり。よらこれが俺が兄さん、ゲロス兄さんと俺のジャイロの声の違いだ。そうだね。でもこれ当てる宣言をしてさ、さこっちも当てる宣言をして、そのゲームはどうしたか。じゃあ当てたら文句ねえんだな。で、はい、ありがとう。俺かけんだから、そっち頼むよ。ありがとうございます。え、ダブル大当たり、ありがとう。仲いいな、おい。さあ、速攻1000円です、1000円。さあ、ダニオさん、ここはちょっとね、同じ3で、ここは大丈夫。あのさ、そう、そこだよ。俺を引き戻すのが俺の、ね、今日あなた一回も確定入ってないからね。あのね、当てたとかじゃないからね、もう俺の方が偉いから、しっかりやってよ。確かにそれは言えるね。俺で決めてんの。悪いですけど、ここね、普通だったらジャギとか言うんですけど、これはジャギはジャギオさんに任せた。リンちゃん、もうリンちゃんは継続率高いから。あなたちゃんと自分選びなさいよ。ジャギオの指定台、さすがジャギオ、しっかりと大当たりできる台を選んでくれた。2人で投資42,500円、15,000発がくれる。気合を込めたメガカスタム。大丈夫、スカンホで行ける、スカンホで。
いや、逮捕できる。おい、何しろよ。何が3連単だよ。乗り打ちしてるこっちのキーもなれよ。厳冬ラッシュ終了。愛を取り戻せ。左打ちに戻る。なんてだ。作品見てさ、俺と出玉一緒ってさ、大変申し訳ございませんでした。これ作品引いたことになってないから。続行続行です。チェロさん、あれカラクリサーカス。あ、そうです、あのこれカラクリサーカスです。すいませんでした。本当すいませんでした。言っていいですか、はい、チェロスさんの指定台両方打ちました。ヤギロさんの方、まあ、1万円でざっくり129回転、僕の台150回転ぐらい。ボーダー見てびっくりしたんですよね。あの19でした。ダメでした。大丈夫。だから今のところジャギオさんの指定台の方が強いです。今パチンコパチスロ演者界一勢いのある男だからね。だとしたらこの業界終わりっすよ。チェロスさんいい人。電話までしたところで一旦作戦会議という名の飯食ってきます。これあのカツ丼セットじゃないです。単品単品で頼みました。絶対に勝つ。我々はさ、このカツ丼引けば俺勝ち。カモン来た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 。まだその時ではありません。ジャギオさん高瀬くろー。これ本当にさっきね言ったでしょ、あの小ゼロで一球入った瞬間が一番熱いんだよ。いや、さっき入った音違った、本当に違った。あれ逆にね全然いい。何を大丈夫大丈夫。2.5 よ。余計なことするんじゃねえ。本当にさあ2人で投資いくら。僕26,000円。やばいよ。大丈夫だこれ。大丈夫だ。激岩だよ。さあ現在メガカスの投資26,000円、約5万円。最後もしもよ。え？はい。どうします。じゃあギロさん、俺とさっきの無双の外れ方はエグかったっすね。あれエグいよ。あれは本当に無双が好きな人が見たら誰もが当たったと思った。でも俺とかではなんか弱いじゃん弱いじゃん弱いじゃんって。あれ本当に弱い方が熱いんです。弱い方が熱い。5時に起きて今もう投資、今僕が26,000円、俺が35,000円、2人合わせて乗り打ちなんで5万円ちょっと、5万5000円ぐらい。満発じゃもう足りないっすよ。足りない。まあいろいろ回った結果、まあ信頼の一坪はまったらやばいぞっていうか、勝ちたいという気持ちだけで俺らは選びました。トレジャー道義坂、おっさん二人で打ってきます。目がかすった。一番似合ってないよね。4,000円で50回ぐらい。これはやばいか。この2台は良さそうだから。カスタマイズ、俺は先読みチャンスのみ。5万円で来たぞ。
優勝者赤フラッシュ。見せてやるよ俺の力を。現在投資38,500円。 OK、 いいぞ。ヤワラちゃんでも金だったぞ、谷でも金だったぞ、そしてメガカスでもついてるのが。いや強い方弱い方金。だから隠すんだ。そしてメガカスについてるのも。あれネズミ止まり。諦めるなよ、君の目には力がある。君にガンダムに乗る決意をさせたものは何だ。これやばいやつ、これもう3000よ。かけじゃなくてあるよ、かけかけのやつやばい。来た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 。あれこっち。あれ女の子の方じゃなくてミネルバチャンスみたいな。ミネルバチャンスかと思ったんだけど俺違うじゃん。もう一丁もう一丁もう一丁。まあ大丈夫よ。おおら学生、はい、よし学生ね。あ、もう学生出たもん。久々すぎて忘れてます。ありがとうございます。あの後ろのおばあちゃんも祝福してくれた。おばおばっかも祝福してくれました。マダムおめでとう。あのプレミア予告のおばあちゃんのおめでとういただきました。人の可能性をめぐる人間の戦い。人がどれだけ暴こうと結末は変わらない。任せろよ。投資いくらそっち。総投資2人で8万円。それでも俺は諦めない。メガカスタム。まだ負けてない。明日も頼むで。さあ 60% 取れるだろう。赤くなって赤くなって赤くならない。いいよかかってこいよ、かかってこいよ。いや大丈夫よ、これ3000だと思ってるから。いける。流走制度みんな、はい、マジで。絶対に決める。これ外すようだったらもうジャギオとの相性最悪だと思う。さあ行こう。絶対行く絶対行く。それでも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 いやーそれでも選択してください。ほらやるぜ。マジでマジに待った、これで決めよう。もうジャギオには頼れない、自分で何とかするしかない。気合を込めたギガカスタ。継続率 81% だからいいんじゃない。いいよね、もう確定よね。ほんとね、初めて参戦したよ俺。誰誰リリー。あでもこれ金だもん、金5点敗。行くぞパンシー。初めてです。
ミッションを決定しろ。あれこれレインボーじゃなかった今文字。今レインボーってミッションをなんちゃらそう。GG 見てないやつ。俺もあの見てなかった。今一瞬多分レインボーだったと思う。多分レインボー。パンチャムスタイルの断髪会かっこいい。覚醒まであと1回だっけ。あれ V これ右の最中、右の最中、これ6回転です。やばい。サトリア、出る。いや大丈夫よ。これ赤いよね下ね。違うっけ？大丈夫よね。大丈夫、彼女は大丈夫。あ、大丈夫か、おいおいおい、いけるよね、レバー頼む。スイッチ。いやいやいや、星4つだから、星4つよ。大丈夫よね、ユニコーン。いやまだあるよね、まだあったよね、ボタン連打だよね。それでも大丈夫、星4つだから。え、いや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 、パカ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 しない。それでも、え、星4つで、だろこれ。はい、なんでな、なんで違うから、無理だ。それでもこれ2人合わせて10枚目です。来た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 、俺はまだそれでも諦めてない。ブルーリー、さっきでもブルーリーブルーってた、ブルーってた、先読んでた。これはなにろだ。金、緑、ブルってる、ほら赤ブル。そっち、そっち、これ7で止まっちゃうんじゃない。ユニコーンアタック、ライン数を増やして大当たりをつかみ取れ。レディーゴー。ゴー、うわー、え4つで言うの。3つ、やれるやれる、ユニコーン、ユニコーン、さあ投資2人で10万円。それでも俺はまだ諦めてない。さすがに10万円ではやめようと思ってます。頼む頼む、色変わってくれ。見ないぞ、俺見ないからな、俺もう見ないぞ、絶対見ない、絶対に見ない、もう絶対見ない、もう見ません、絶対見ない。頼む3000。もうね、セズとかももう忘れてるからな、あもうね、ダメ、見ちゃダメよ、頼む頼む、諦めてない、赤ブルよ、プレミアも出たな、あ信じるぞユニコーン。それでもまだある、ここ、それでも左打ちに戻す。バカ野郎、もう無理です、ギブアップ。
いや、残りの弾撃ってたら叫びました。何になる、安定の緑、赤になる、赤はなし。いやー微妙、母流変わるか、母流せめて赤になってほしい。うーな、よし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 、赤ならいける。よし、もらった、これは半端ない。10万円からまくれる可能性、俺は信じたい。いや、ユキチが作る。引き戻しきた、お詫び。セグ見ないでね、セグ泥棒やめろよ。俺は真っ向から勝負する、こいつと。もう決まっちまえ、赤くなれ。ゆい、かさけんだよマジで。見ない見ないよ、怖い。切れ切れ、いい加減に切れ。ほら、かさけんだマジで。一つと一つと 60% だ、 60%、 2回連続で 40% 取れる方がおかしいんだから。普通に考えてな、ここは確率的に行く、当たり前、行って当たり前、行って当たり前なのよ。さあ来い、行って当たり前、大丈夫大丈夫よ。ここでバトルでも帰ろ。こんなんでやめるわけねえだろ。パチンカスはな、やめるって言ってやめねえんだよ。投資やめると言ってから2000円、2人合わせて10万4000円です。1068回転、いけるいける、いい加減通せる。こっちは1068はめてんだ。もうこれここでいいよ、大丈夫、もうこれでいいから。3000狙い、行くぜ。3000、だったら攻めてこっちも、だったら攻めてこっちも。 60%3 回するはないから、 40% 連続に3回はないから。左打ちに戻すんだ。さようなら、一戦終了、お疲れ様でした。ライタープロの指定代してもらったんですけど、全然回らなくて、まずからくりサーカスで2人で2万円ずつ、そしてね、ジャギオさんの指定代、北斗武装、同時の奇跡の大当たり、単発、そして僕も確認の単発、そして移動したのが乃木坂だったんですけれども、状況がやっぱ良くなくて移動しまして、ユニコーンそこそこ動きは良かったです。正直言ってユニコーンと新しい北斗が当たりだったのかなというところで打ったんですけれども、ボチ玉ゼロ玉です。本日もご視聴いただきありがとうございました。信じられるのは自分だけ、自分を信じても負けるし、人に託しても負ける、それがパチンコです。怖いものです。俺はでも今日はやめる。もうそれではまた明日会いましょう。高評価のチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントも待ってるぞ。それではまた、バイバイ。